おはようございます、皆様。おはようございます。本日はおはようございます、皆様。おはようございます。ベイカーチャンネルのベイカーです。今は朝の8時半でございます。はい、今日は実業団選手の一日っていうのを追っていきたいと思います。私自身今、選手と、仕事をね、仕事っていうか、研修をさせてもらってるんですけど、それをちょっとどっちもやってるので参考になればと思って、今日一日ベイクラの動きを追ってみたいと思います。でこの後練習が始まって、このところでまたお会いしましょう。それでは早速今から練習を始めていきたいと思います。いつも練習はあの後に集合が、全体集合、みんな一人のメンバーが集まって集合があって練習を今から開始します。今日はね、スタート練習を軽くやるメニューなので、だいたい11時過ぎぐらいには終わるかなっていうことで、また内容は別の動画に上がるかもしれないし、上がらないかもしれないんですけど、これから練習を始めたいと思います。お願いします。はい、こう、はい、練習が終わりました。今この画面にはね、どう映ってるかわかんないんですけど、だいぶ汗だくです。そんなやってないんだけど、全然やってないんだけど、まあこの時期これぐらい汗をかくということで、皆さん熱中症には気をつけましょう。はい、じゃあこの後は今練習が終わって、ただいまの時刻はだいたい11時半ぐらいです。11時半前ぐらいかな。なので、ここから着替えて会社に向かうんですけど、いつもだいたい向かう前にここで着替えていきます。本当はね、シャワーとか浴びてさっぱりした後に本社で仕事っていうのが理想なんですけど、今ここ室内競技場なんですけど、ここからねシャワーの場所っていうのが、シャワーの場所わかる？あそこね、使えないんだよ。あっちなんだよね。あっちの本競技場の方でめちゃくちゃ遠いの。あそこに浴びてたらもう時間がないんで、汗拭きシートでいつも対応してます。本社の方いつも汗臭くて申し訳ございません。ってことで着替えていきましょう。じゃあジャンプしたら着替えようか。はい、せーの、ドン。はい、着替え終わりました。いつもこの格好で、仕事っていうか、そうですね、研修を今しています。研修内容としては生地を触って、加工の違いとか生地の種類っていうのを見極める練習をしています。でこの後はご飯を食べながらかな、ご飯を食べながら車で移動して本社の方に向かいます。今ここ運動公園なんですけど、ここからだいたい20分から30分移動したところにあるので、今から車で向かいます。では練習はこれで終わりです。お疲れ様、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。では本社に向かいましょう。今移動中でございます。で見ての通りね、福井県は移動ってなったら基本的には、車を乗って移動します。車社会なんだね。で、バスとか、電車とかっていうのは、まだ俺は福井に来て使ったことがありません。もともと出身である新潟県も、が車社会なんで、車に乗って移動するっていうのが当たり前でした。なんで、都市部とは違ってね、なんだろうな、移動のこの最中も、私個人的には休憩に入ります。まあ、気分転換の、一部というか、こうやって運転して本社に向かってる間に気分をこう陸上から仕事っていうか研修内容に向けて切り替えています。これが個人的に一番最初悩んだところですね。仕事と陸上どうやってね両立させるかっていう時に、もうずーっと陸上しかやってこなかったから、陸上だけ考えてたんですね、ずっと。でもその陸上から仕事に気持ちを移行させた方が、まあ私個人的には
やりやすいってことに気づいたんで、どっかでこう切り替えをね持たなきゃいけないってなった時に、この運転っていうのが大事な要素に今なっています。みんなはどうなんだろうな、他の実業団選手はどうやって切り替えてるんだろう。意外と前紹介した動画の中で、実業団選手は午前中だったり、午後のね3時とか2時半とかまで仕事をして、そこから練習に移動するっていう人が多いんですけど、どうなんだろう、仕事から陸上ってやっぱりあれなのかな、移動とかで切り替えてるのかな。他のね選手もそこら辺聞いてみたいですね。ではまた後で。はい、本社に到着しました。はい、気合入れてね、こっから仕事頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ仕事終わりにまた会いましょう。じゃあね、お疲れ様でした。仕事が終わりました。今の時間は5時15分、だいたいこれぐらいの時間、もうちょっと早いかなに終わります。でこれから家に帰るんですけど、家はもうまた車で移動して、パオ髪の毛ボッサボサ、はい、車で移動して、20分、でも帰り込むんで30分ぐらいかかるかなって感じです。じゃあ気をつけて帰りたいと思います。ただはい、今家に帰ってきました。こんな感じで実業団選手の一日は終わります。まあ本当はここから、プライベートの時間でご飯を食べたり、で今見てるような動画をね編集したりしています。どうだろう、みんな見てみてイメージ通りだったっていう人もいるし、意外となんか何もしてねえなみたいな人もいると思うんですけど、まあ本当にこのような一日を過ごしています。平日はね、休日は今度午前中だけ練習とか、まあ大会があったりとかしています。いろんな方の支えのもと本当に頑張らせてもらっているので、日々感謝しながら過ごしています。特にね、陸上だけだと関われないような人っていうのを仕事を通して関わることができているので、私自身は陸上一本っていうよりは、何かこう陸上以外のことをしながら、陸上やるっていう方が合ってると思っています。ぜひねこれを見て、今後陸上選手になりたいとか、進路に迷っている人はぜひ参考にしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。陸上競技の、活動のね参考になったよって思う人はぜひグッドボタンを。もっとなんかこういうね、なんだろうな、陸上選手以外のね日頃の動画も見てみたいなと思う人はぜひチャンネル登録をして次回をお待ちください。じゃあね。